までガレージが。こうやったな。鶏引きってあります？これか。鶏の牛で鶏引きと鶏に何個ってなのかな。あのミンチになってるございます。これね、入れなくてもいいよ。え、何個入れなくても硬いよ。硬い、ね、だってこれを親をね、あのミンチにしたんだから。親と大千鳥をね混ぜてね、一度引きにしたんだ。うん、じゃあ軟骨入れなくてもいい？うん、こっちがねコリコリしてんじゃない？してる。これね。うん。あ、そう。結構歯ごたえもあるよ、コリコリ。だこれ500でもいい？大丈夫だよ。500もください。それで今度食べてみてね。うん、これでもっとね、軟骨はあれだけで、もし今度次来た時、うん、足してもいいから。あ、ほんと。食べてみて。じゃあそのまま作ってみてね。うん、初めて食べるんですよ。そうそうそう。大山はいつも食べてるけどね。うん、これ大山とね、親、卵産んだ鳥、親、ね、親、卵産んだ鳥、それをね、一度引きにした混ぜて。だからね、すごくね、歯応えが。硬いんだ、ちょっとね、うん、親が入ってるから。それでね、ジューシーだしね。うん、じゃあそれください、こうやって。はい、いいアドバイスいただいちゃいましたね。こういうのが聞けるから市場って楽しいですよね。今回は鶏のつくねを作っていきたいと思います。最終的にはワンモノにしたいと思っています。青ネギを加えていきます。買ってきたのは鶏頭さんのひき肉です。 500g に対して大さじ 1.5 の味噌を足していきます。全卵を1個、白っぽくなって粘りが出るまでしっかりと練っていきます。あらかじめ味をつけた合わせだしの中にガンを取りながらひき肉を入れていきます。 2,3 個作れる大きさのひき肉を手に取って、人差し指と親指の間からこんな風に絞り出して鍋に入れていきます。アクをすくったらしばらく火が入るまで5、6分ですかね、煮込んでいきます。お椀に入れる材料を切り出していきます。ごぼうに縦に包丁入れたらささがきごぼうを作っていきます。アク抜きのため水にさらしておいてください。人参をかつらむきにして千切りにしていきます。少し人参臭さがあるんで沸いたお湯の中にさっと入れてすぐに水に落としてしまいます。三つ葉をさっと湯がいて氷水に落としておきます。ごぼうと人参を合わせてその中に先ほど炊いた鶏の出汁ですね、つくねの出汁を入れて温めていきます。こんな感じです。はい、しっかりと温まりました。2センチぐらいに切った三つ葉を加えていきます。温めたお椀に盛り付けをしていきます。鶏のつくねを入れます。そしてですね、野菜をこんもりと盛ってきます。これは基本的にサワニワに似てますよね。サワニワはこういう野菜とあと背脂ですね。今回は鶏のつくねを使用してます。まあサワニワって言ってもいいですね。ちなみにサワニワの名前の由来なんですけど、たくさんの野菜っていう意味ですね。で、漁師さんがイノシシを狩るときに野菜をイノシシの油で煮て食べたっていうところです。つくねを炊いた出汁でもいいんですけど、今回はカツオと昆布の濃いめの出汁を張っています。そしてサワニワは本来ならば胡椒で食べるんですけど、今回は木の芽で食べてみたいと思います。こうやって木の芽をパンって叩くと香りが立つんですよね。で、お椀を開けた瞬間に木の芽の香りがふわっとするので、叩いて盛るとよりお椀が美味しくなると思います。はい、これでつくねのお椀の完成になります。実際に試食してみたら本当にコリコリとした食感が楽しめました。今回は鶏専門店のひき肉は違うってことが分かりました。